ジョジョの奇妙な冒険ストーン王者オラ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 シュ。この番組は荒木裕彦先生原作のテレビアニメジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンのラジオです。パーソナリティは空城ジョリン役ファイルーズアイ、ゲストにシトロハイム役イマルオカアツシさんを迎えてお届けしていきます。この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りします。オラオラシオエス。改めましてファイルーズアイです。オラオラジオ S 第19回です。ブラボー。はい、前回ね、川澄さんの回がねすごく大好評でしたので、メールがたくさん届いておりましたので早速紹介させていただきます。スタンド名アンダーワールド。ジョジョ女子会、終始ニヤニヤしながら聞かせてもらいました。お知らせを見てなかったので川澄総監督がゲストとして思わず声を出して喜びました。じゃあないの言いがしっぺとは知りませんでした。ジョジョの母の肩書きも過言ではありませんね。お二人の話を受けてファントムブラッドの漫画とアニメを見返したくなりました。総監督がゲストに来てくれたことで今後の出演ゲストに幅広く期待ができてしまうことに喜びを感じてなりませぬとのことです。ありがとうございます。いや本当にね、もう全ジョジョファンを代表して申し上げます。川澄総監督、じゃあないの案にこだわっていただき本当にありがとうございます。ぜひまたねお話ししたいなって思いました。ありがとうございます。続きまして、スタンド名ムッシュナミ。川澄さんとのジョジョ史トーク面白かったです。ありがとうございます。川澄さんは好きを内に秘めるタイプ、ファイリューズさんは好きを外に出すタイプとそれぞれ違いはありましたが、互いを否定しないトークが良かったですね。川澄さんはあらゆる意味で母なる存在でした。まだまだ話し足らない部分もあるかと思いますので、またゲストで登場してくれると嬉しいですねとのことです。そうなんですよね、どっちも良さがありますからね。内に秘めて自分の中でこう情熱を燃やし続けていくのもそのことだけに向き合えるから素晴らしいですし、私みたいにこう好きって言い続けてそれがお仕事につながったこともありますから、どっちも自分の合う方を受け入れて愛していければいいなって思いますね。ありがとうございます。ぜひまた来てほしいです。続きまして、スタンド名答えは3。まさかこんなに早くファイちゃんと川澄総監督の対談が聞けるとは、嬉しくて月までぶっ飛んで大急ぎで帰ってきました。想像以上にお二人の美に入り才をうがったジョジョトーク堪能させていただきました。ファイちゃんの音石推しという意外な事実、説明聞くと超納得ですを知ることができたり、川澄さんの青を立てる話とか影ディオの話とかが伺えて大変充実した時間を過ごさせていただきましたとのことです。そう、なんかね、なかなか音石くんの話をできる機会ってないんですけど、音石くんの何が好きって、この間も話したんですけど、反省すると強いぜって言いつつ、なんかあんまりちゃんと反省できてないところ。でも自分自身をちゃんと理解して、それを自分の見せ方わかってるパフォーマーなところがとにかく大好きなんですよ。で、岸辺露伴は動かないの続編でも出てきてね、露伴先生にサインくださいって言ってて、なんか成長してる音石くんもやっぱいいなって、ちゃんと敬語使えるようになってると思って、すごいいいなって思いました。続きまして、スタンド名ブランク。過去作からのゲストもいつかはと思っておりましたが、その最初がまさか川澄さんとは驚きましたが、全ての母たるエリナを演じた方を呼ばずして誰をお呼びするのかと考えれば当然の人選でもありました。いつまでも続けていけそうなお二人の会話、聞いているこちらもジョジョ好きの話はいつまでも聞いていられそうだと思わせてくれるものでした。次のゲストはイマルオカさん、どのようなディープなお話になるのか今から大変楽しみですとのことです。そうですね、もうエリナといえばね、ジョジョシリーズの母ですから、そんなキャラクターを演じられた川澄さんも本当に母のような素敵な優しい慈愛に満ちた方でございました。そしてね、そこからのイマルオカさんですよ。イマルオカさんはね、どんなお話をしてくれるのか本当に本当に楽しみでございます。で、ちょっとね、もう早速お呼びしたいんですけれども、ちょっとメールもね4通読んだからちょっと喉が渇いてきちゃったんで、ちょっとジュース飲みます。
飲んどる場合か。ファイルズアイは世界一。どうもルドルフ・フォーストロハイム役の今野勝司です。よろしくお願いします。ファイちゃん元気？今日も可愛いね。ちょっとご飯食べてられてる？寝られてる？筋トレできてる？プロテイン飲めてる？ストレス溜めてない？おじさん心配になっちゃってね。え久しぶりだね。ちょっと待ってください。元気な姿に会えて本当にむせちゃった。嬉しいよ、ファイちゃんに会えて。マルさん、ね、久しぶりです。元気そうでよかったよ。超元気ですし、ね、私よりずっと元気じゃないですか。やっぱりあなたはパワースポットですよ。いや、ね、嬉しい。本当に元気もらっちゃう。いや、もうこの数十秒で本当に嬉しいことしか言われてない。おじさんはしゃいじゃう、ね、ポーズがギャルなんですよ、さっきから。お願いしますね。お願いします、ね、はい。第2部の戦闘潮流より、ルドルフ・フォン・ストロハイム役の今野岡篤さんが来てくれたんですけれども、いやいや、もう冒頭からね、この謎のテンション、そしてね、この飲んどる場合かの下りは私がちょっとやりたいって自分から言ったにもかかわらず、なんか予想以上のなんかおまけがついてきて、足しちゃいました。もうすっごい嬉しいです。本当にむせちゃいましたからね。いや、ありがとうございます。本当にお越しいただきまして。いやいや、こちらこそお呼びいただき、もっと俺なんかよりね、呼ぶべき人いっぱいいるのにね、本当にありがとうございます。いやいや、ね、もうね、マルさんの熱いジョジョ愛、そしてシトロハイム愛をね、もうこれを聞いてる皆さんにもぜひね、知ってほしいのでね、本当に来ていただきたい。はい、お願いします。お願いします。そんなね、マルさんはね、スピードワゴン役のね、上田洋次さんがパーソナリティをされていたラジオ、ジョジョレイディオの方に、2013年にゲスト出演されて以来のジョジョ関連のラジオ登場、なんと9年前ですよ。やばやばいよね。9年前ってことは俺ラジオが9年ぶりってことだからね。え、そうなんですか。そうそう、本当にね、どうしたもんかね。本当にだからテンションがおかしかった。そうそうそう、なんでね、調節ができないんだよね。いや、そんなところもすごいシトロハイムっぽくてね、もうミキサーさん泣かせのね、大ボリュームで最高です。はい、でその頃、2017年ですかね、シリーズディレクターの鈴木さんと、あとプロデューサーの笠間さんとともに、トークイベントにも登壇されたんですよね。やりましたね。でもこれがね、あんまり普段私表に出ないもんで、お客さんを前にしちゃったら、もうしどろもどろになっちゃって、あうあうふがふが言っちゃって、それさっきファイちゃん元気とか言ってたのに。そりゃファイちゃん相手だからだろ。そう、嬉しい。もうね、いっぱいの目を、目の前にするとね、もう緊張しちゃってね、本当に あんまりうまくいかなかった思い出がありますけどね。いやいや、それもギャップ萌えですよ。最高ですよ。優しい、ファイちゃん相変わらず優しい。よかった、ね、で、まるさんとはね、別の作品で、前レギュラーご一緒させてもらってて、そうそう、その頃はね、一緒にアフレコとかがみんなでできてた時代だったので、ね、たくさんお話もできてて、私多分その頃も休憩時間とかに、私本当にマルさんのシトロハイムのお芝居が好きでみたいな。そう、覚えてるよ。俺も初めて会った時、ジョジョ好きなんです、シトロハイム好きなんですって言われちゃったら、もうおじさんズキュンですよ。嬉しい。そっからね、この子好き、もうずっと大ファンです。陰ながら応援してます。こちらこそです、ね、本当に嬉しい。すごい、いや、でも本当になんかもう初対面の時から、もう変わらず、その今と本当に全く変わらないテンションで優しく話を聞いてくださったりしてくれてたので、いやいや、あなたの人間力ですよ。いや、嬉しい。あなたの魅力です。ありがとうございます。マルさん大好き。おじさん殺しです。やった、ね、嬉しいです、はい、そんなね、マルさん演じるシトロハイムはもう本当にすごい悪の強い、そして個性的なキャラクターなんですけれども、当時演じられて、で、周りからの反響っていかがでしたか？そうですね、まずびっくりするのが、その、あれから10年経ってるっていうのがびっくりだよね。まあ時の経つのは早いもんで、あれから10年か。だけど、本当に俺に関しては、もうほんとシトロハイムをやらせていただいたおかげで今があると言っていいから、ほんとにジョジョ様様、シトロハイム様様で、やってこれましたからね、感謝感激です。じゃあ、そのなんだろう、シトロハイムがあってっていうのはどういう影響があったんですか、マルさんにとって。まあ、反響は大きかったですよね、こう当時を今振り返ると、ね、シトロハイムやってから、
別の現場とか行くじゃないですか、はい、そうすると結構やっぱり皆さん褒めてくださったり、うん、今まで話したこともない人がね、うんうん、話しかけてくれたり、うんうん、いい思いをしたんですけど、一部ではやっぱりこうその話になると、はい、口をつぐんで席を立つ人もいたわけですよ、はい、こうなんていうの、俺は認めてねえぞっていう人もやっぱりいたんですよ、まあでも賛否両論あって叱るべきじゃないですか、まあ、何事にもありますけどね、うんうん、でもねその明暗がはっきり目に見えて分かったのがすごく面白くて、ああなるほどな、 こんだけやっぱ反響があるとこうも変わるんだと思ったし、うんうん、視聴者の皆さんがね、はいはい、きっとやっぱりアンチもいただろうけど、うん、当時の俺の肌感的には、はい、思いのほか肯定派が多くて、うん、本当にねなんかジョジョファンに守ってもらえた、認めてもらって、守ってもらったおかげで、うん、やり抜けたなっていうのは思い返すとありますね。あーすごい、本当にもうだって説得力ありましたもん、ストロハイム。いや私もリアルタイムで見てましたけど、なんかまあストロハイムがそろそろ出るなって、うん、やっぱり分かるんですよストーリーの展開上、喋れ喋れと思ったら声でかっと最高と思ってそうだよなって、なんかいい意味で期待を裏切られて、その漫画読んでた時ってやっぱりその絵も迫力ありますし、吹き出しの大きさとかからボリュームを想像するんですけれども、うん、そのさらに上を行って漫画を読んだ時の初見の感覚をさらにまた味わわせてくれたので、もう本当に私は丸さんのお芝居に感動しました。嬉しい、ありがとう、うん、ファイちゃんみたいな人がいたおかげで本当にやれましたよね、うん、でも私の周りもみんなストロハイムすごいって言ってました。本当になんかもう原作のまんま私が特に好きなのはセリフで、あのだが我がドイツの医学薬学は世界一ってあるじゃないですか、うん、あれ普通に漫画読んでて、だが我がドイツのみたいな言い方かなと思ったら、だが我がドイツあるすっごいもう大爆笑しちゃって、こんな抑揚のつけ方あるっていうまあ練習したからねめちゃくちゃね素晴らしい、練習もたくさんねしてくださってるって聞いて、今すごいさらに嬉しくなりました。だってやっぱりその丸さん他にもいろんなお仕事されてて、もちろんジョジョ以外にも大切なお仕事たくさんある中で、こうシュトルハイムっていうキャラクターに対して真摯に向き合ってくださって、こう原作ファンのね期待を裏切らないお芝居をしてくれるって本当に最高です。もやっぱりねこう自意識過剰で、これ受かった時、シュトルハイムこけたらみなこけるなって思ったんですよ。これはちょっと俺にかかってるなっていう暗示をかけて、まあ必死にやっぱり作りましたよね。ストロハイムはオーディションだったんですか？オーディションでしたね。オーディションの時ってどんな感じだったんですか？あのまあテープオーディションだったんですよ。あ、そうだ、テープだけですか？そうそうそう、うんうんうん、でまあ絶対俺はストロハイムじゃないなって思って、はい、マネージャーが撮ってくれたのかな、はい、でスタジオで、はい、もう俺じゃないって思っちゃってるから、はい、もう遊んじゃえと思ってで世界一って裏返してやったら、うん、いやそこ裏返さないでくださいって言われて、あ、はい、そうですかって、つまんないなと思いつつ世界一って普通にやったの、はい、ったらまあなぜか受かっちゃって、俺でいいの、はい、受かっちゃったんならやっちゃうよ世界一裏返しちゃったみたいな。そしたらまあ何も言われなかったからよかったけど大正解ですあれも真似しますもんみんなそうだし、なんかそのいろんなその、うん、なんだろうな、ジョジョのアニメーションのなんか告知の PV とか、うん、そういうなんかこうなんか映像ものだとシュトルハイム出た時必ずあのセリフピックアップされるじゃないですか。その時裏返ってることで存在感が半端ないんですよだからもともとねシュトルハイム自体のキャラクターもすごく立ってるんですけれども、マルさんの声とお芝居が乗ったことによってさらに生き生きとあのセリフを楽しんでいってるんだなっていうシュトルハイムのなんか心までも感じることができて、すごくなんか嬉しかったです。気持ちよくさせるじゃない、ありがとうねこんなことというのもあるさんだけですよ。もうズケキュン本当にね転がすよね、うん、
でもこれは本当に本心なので、はい、もうこの機会に直接お伝えできて本当に良かったです。ありがとうございます。今日薬で寝そう。良かった。これで今夜も安心して熟睡できるってやつです ねじゃあね、私も熱い思いを語らせていただいたんですけれども、うん、スタンド使いの皆さんから熱い熱いメールが届いておりますので紹介させていただきま す。スタンド名、青いアクト3。私はジョジョをアニメで履修したので戦闘潮流も原作のストーリーを知らないまま見ていました。シュトロハイムが出てきた時はなんか高圧的で傲慢そうな人だな、嫌な感じの敵キャラなのかなと思っていたのですが、恐怖を乗り越えて捨て身でサンタナに立ち向かっていく姿に軍人としての誇りを感じてしびれる憧れるとなりました。その後は原作を知らず惜しいキャラをなくしたなと思っていたので、しばらくしてサイボーグとして復活してきた時はまさかの展開にとてもびっくりしました。そしてハイテンションでぶっ飛んだセリフを聞き続けていくうちにそれが癖になり、いつの間にかシュトロハイムが大好きになっていました。ジョジョマガジンのインタビューで今廊下さんがジョジョが連載される前から荒木先生のファンだったとおっしゃっていたので、今日はジョジョが世界一大好きなお二人の熱いトークが聞けるのを楽しみにしていますとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんなメールでした。あ、どうです、原作はリアルタイムでじゃあ読まれていたんですか？もう連載で読んでましたね。だって思春期ど真ん中でジョジョ刷り込まれたら、うん、こんなんなっちゃいますよ。本当に急にハイテンションになる感じがジョジョキャラっぽくて最高です。ねえ、いや、じゃあその時はもうあれファントムブラッドからですか？そうだね。あ、じゃあもう本当に最初の最初から。もうもっと言えば、はい、ね、ジョジョの前から俺荒木先生ファンだったから。え、そうなんですか？じゃあ馬王とか。そうねえ、だからすごい、もうこの新連載ジョジョの奇妙な冒険って聞いた時からもうワクワクが止まんなかったよね。タイトルからして面白そうっていう。じゃあもうすごい運命ですね。もうシュトロハイムにそこからもう大抜擢されて。そうなっちゃうよね。言っちゃうよね。本当にね。俺シュトロハイムだよって。本当だよ。ねえ、いや素晴らしい。なんかシュトロハイムになってくれてありがとうございます。ありがとう。では続きまして、スタンド名、檻の中のグリズリー。これあれですね、サンタナを見てシュトロハイムが言ったセリフですね。告知ツイートを見た瞬間、使徒様に負けないぐらい大声を出してしまいました。愛国心が誰よりも強く、登場するたびに進化している使徒様が本当に大好きで、特に単行本10巻シーザー孤独の青春1の扉絵でただいま修理中の吹き出しがついている使徒様がとても好きです。最後に今廊下さん、喉をご自愛くださいとのことです。檻の中のグリズリーを怖がる子供がおるかいない。ありがとうございます。すごいファン差が神、ね、ありがとうございます。大事にします。ご自愛くださいと言われたそばからフルスロットルでやってくださる、もうさすがでございます。ちなみにその、うん、シュトロハイムのなんかセリフを言う時とか、うん、もちろんアニメ以外でもいろいろあったと思うんですけれども、うん、その時は喉のケアとかはどういう風にされてたんですか？これがね、はい、シュトロハイムをやってから、はい、喉を強いって思われがちなんだけど、うんうん、決してそんなことなくて、今も裏返っちゃいましたし、ね、全然普通の一般のノーマル喉なのよ。あ、そうなんですか？うん、ちょっと振り返っていい？はい、ぜひぜひ。全然普通で、はい、やっぱり叫べば枯れるし、うん、潰れるし、うん、なんだけど、当時のことを思い出すと、いっぱい練習するわけじゃん、はい、不安だから。不安を払拭するためにお家でいっぱいいっぱい練習して、うん、練習しても不安が消えない、でも練習する、で、うん、どんどんダメージが溜まってくる。やばい、このままじゃ本番やばいんじゃないかって思うんだけど不安だからやる。でもうギリギリのところでスタジオ向かって本番迎えるじゃん、はい、そうすると本番が始まると、はい、かかってるから、はい、かっこよく言えばゾーンに入ってるから喉が開いて声が出るんですよね。シュトロハイムゾーン、シュトロハイムが喉を開いてくれて出るわけですよ。すごい、スタンド能力みたい。これで本番終わってスタジオ出るともうガッサガサみたいな。え、めっちゃわかります。わ、あ、そうあるよね、そういうのね。私は喉割と強いんですけど、うん、でもやっぱ練習しすぎちゃうから、うんうんうん、そう、なんか
のスタジオ入る前まで、あ、これなんか叫んだらガラっちゃいそうで怖いなと思うんですけど、うん、マイク前立つとゾーンに入るんですよね。あるよね。私もジョリンゾーンに入ります。やっぱそうだよね。だからこう、うん、なんていうのかな、緊張とアドレナリンといろんなものがあれで、うんうん、もうトランス状態でね、喉開くっていう感、だから不思議な感覚だったよね、うん、あの時は、うん、じゃあその例えばシュトロハイムのセリフ言うお仕事の後に別のお仕事とかもあったってことですか、うん、まあでも当時はね、うん、俺は暇だったから、なんなら1週間ジョジョしかないっていう週もあったりしたの。あ、そうだったんですか、うん、今思えばだから1週間ジョジョのことを考えられたし、1週間シュトロハイムだけ練習できたからあれが仕上がったとも言えるわけ。でも逆に言わせてもらうと、はいはい、だファイちゃんとかど寝てんのっていう、もう本当にさ忙しい中でジョリーンやってるわけじゃん。で俺なんか言うても、うん、でもあの脇役だから、でもジョジョなわけじゃないですか、あなたは、はい、こんな中でよくもまあ、あ、言い忘れた、ジョリーン最高だな あんたストーンオーシャン最高だねなんもうし早く続き見させてよ。いつから始まるのファンの人になってる本当に嬉しい。早く続きが見たいの。ありがとうございます、ね、嬉しい。素晴らしいよね。本当にジョリーをやるために生まれてきちゃったろっていうぐらい、いや生まれてきてくれてありがとう。お父さんお母さん、ファイちゃん産んでくれてありがとう。それは私ギフトだよ。あの一緒に共演してた作品のあの私がやってたキャラみたいなこと言わないでください本当にね最高。いやそうだよ、本当に嬉しいです。そう言っていただけて、やっぱりもう尊敬する先輩ですし、私もやっぱり10代の時とかに戦闘潮流のアニメ見ていたので、うん、なんかそれを毎週毎週声を楽しみに聞いていた方から、うん、そんなに熱い心のこもったメッセージをいただけて、私も、うん、今日のラジオ画面録画しますずっとくねえ早く続きが見たい、うん、見たいですね。ジョリン最高です。ありがとうございます、うん、私はもうやっぱり叫ぶとなんか喉は強い方なんですけど、うん、ガラっちゃう時あるので、うん、その後にジョジョの後とかに声高いキャラクターとかになると、あーやっぱなんか、そうか、もう出し切ったなみたいな、でもなんとかそれをなんか余力を残してやりたいっていう気持ちと、うん、ジョジョもやりたいって気持ちとが拮抗した結果、どっちもできるようになりました。さすが、なんか進化しちゃった。ジョジョを全力でやった後でも可愛い声が出せるようになりました。やっぱりね、うん、パワーアップしちゃったね。そうなんです、アクト2になりました。ファイユーズかっけさすがだな。ありがとうございます。成長し続ける女、それがファイルザイ。そういうことです、ね、やっぱ世界史だわありがとうございます。嬉しい、ワルさんにそう言っていただけて嬉しいですではでは次のメールです。スタンド名、コーマの休日。せっかく今涼香さんがゲストなので、僕がシュトロハイムを好きになったきっかけを話させていただきます。ジョセフとカーズが谷に落ちそうな石石を追いかけている時に、シュトロハイムが頑張れジョジョと応援していたのを見て、なんて素直なやつなんだと惹かれてしまいました。他にも体を真っ二つにされて石石も奪われ追い詰められた状況で、我がドイツの科学力は世界一と急に高慢な態度に変わるところも好きです。お二人が好きなキャラを好きになったきっかけや好きなところも聞いてみたいですとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。あの本当に無茶ぶりにもかかわらず全力でやっていただいて本当にありがとうございます最高です。あのマルさんは、うん、もちろんシュトロハイムも大好きだと思うんですけれども、うん、ジョジョシリーズのこう全部を通じてこうなんだろう、一番好きなキャラっているんですか？そうなるとジョセフかな。おージョセフ、いいですね。やっぱりそうなるね、うん、好きになったじゃあきっかけは何だったんですか？やっぱりあの軽妙さとユーモラスなところ、はい、時には逃げるけども、うんうん、最後には強敵に立ち向かって倒してしまうっていう、うん、このね素晴らしい主人公、うんうんうん、これがあ
ジョセフがいたればこその2部だと思ってるんで、うん、うん、やっぱりジョセフが好きですね。いいですよね、やっぱりそのファントムブラッドから読んでると、うん、やっぱりそのジョセフ最初に出てきた時ってジョナサンとビジュアルも似てるじゃないですか、うん、だからジョナサンがすごく高潔な人物だっただけに、うん、すごいギャップでね、落差が ね, ねすごいなんか、ね、心をなんか惹かれるものがありましたよね。そうだね、うん、私好きなキャラいっぱいいるし、さっき音石くんの話しちゃったからちょっとメローネの話していいですか？どうぞなんかやっぱりその私第5部も大好きで、うん、メローネってこう急に現れてきたじゃないですか。であのヒットマンチームってやっぱあのそれまで出てきたそのホルマジオとかイルーゾーとかあのキャラクターの中で、まあ、みんな濃いんだろうなと思ってたんですけど、斜め上のド変態だったじゃないですか、うん、急になんか好みを教えてとか変な質問いっぱいしてきて、すごいドキドキしてビンタされてもういいって、手首のなんかその角度とかがいいみたいな君の健康状態良好だって言ってベロンとするとことか、なんかキモいとしいっていうかなるほど。そうだし、その最後までそのジョルノと対峙はしなかったじゃないですか。だけれどもジョルノを一段階上の人物に成長させたすごく意味のある敵、まあ、全員意味あるんですけど、特にジョルノにとって大きな敵だったので、そこも含めて好きです。なるほどね、はい、こう好きなキャラクターを聞くとなんっていうか、うん、その人の性癖が出るよね恥ずかしいね、面白いよね。あとチョコラート先生も好きやだ恥ずかしい言い出したらキリないよね。そうなんです、ね、ごめんなさい、いっぱい喋っちゃうので、ね、うん、このぐらいにしときますありがとうございます。いい、うん、続きましてスタンド名プコ。インタビューなどでイマルオカさんはシュトロハイムの初登場セリフなめろをいろんな言い方で練習してきたとおっしゃいましたが、ファイルズさんはジョリーンを演じる際何度も練習したセリフはありますか？またなめろの他にイマルオカさんが特にこだわって演じたシーンなどを教えていただきたいですとのことです。どうですか、なめろはどんなパターンがあったんですか？なめろはやっぱり初登場、はい、うん、初登場シーン、はい、初ゼリフだったんですよ、はい、だからやっぱりどんな、まあ、キャラでも初登場の初めてのセリフは大事だと思ってるんで、はい、これはやっぱりねめちゃめちゃ練習しましたよね。もう街中でもなめろなめろ言って白い目で見られてしましたからね変態だメローネじゃん。そうこよしよし、このなめろで行くぞって決まって流れてったっていうのを覚えてますね、いろんな努力の末のなめろだったんですね。そう、なめろあってのシュトロハイムでしたね。確かにねもう印象的でしたからね、ね、他にはシュトロハイムのセリフでこだわったところありますか？もうシュトロハイムはね名言が多いじゃない。そうですね、だからこの名言を外したらまずいなっていう思いがやっぱりあって、だからしっかり熟考していっぱい練習して臨んだりはしたよね、はい、やっぱりその飲んどる場合かもそうだし世界一もそうだし、うん、うん、本当に喉枯れる寸前まで練習したな。あ、素晴らしい。そのおかげで裏返りが良くなったっていう感じですかね。あの裏返りが味があるんですよシュトロハイムだからこそのね、良さっていうか、そうなんですよ、うん、だって友達となんかシュトロハイムのモノマネして遊ぶとき必ず裏返しますもん。そうご本人の前で言うの恥ずかしいんですけどよく真似して遊んでる。聞いてみたいな恥ずかしすぎる、でもなんかそのシュトロハイムといえば、うん、あのシーザーの回で、うん、なんかシーザーのその感動的な回の、うん、あと CM CM 問題ねありましたよね。あれ大好き。これさ10年前の話だからきっと知らない人もいると思うんで、はい、うんうんうん、ちょっと改めて再現&謝罪してもいいですかね。おぜひお願いします。いいですか。じゃ簡単に概要を説明しますね、はい、知らない方のために、はい、第20話シーザー孤独の青春のアニメーション放送の回に、まあ、シーザーのねすごくもう悲しいシーンが流れまして、もう視聴者全員涙でこう顔をびしょびしょに濡らしておりました。そしてその直後 CM が入ったわけなんですけれども、その時の CM がそのねシュトロハイムのね衝撃的なあれだったんですよね。すいませんありましたね、はい、はい、あれはどうですか。やっぱり2部といえば、うん、第20話
シーザー孤独の青春、神回ですよね。ちょっと改めて、再現&謝罪させてください。はい、お願いします。20話のラストシーンです。ジョジョとリサリサ先生が館に駆けつけるが、シーザーの姿はなく、そこにはシャボン玉が浮いている。切ない BGM、 そこにエンドクレジットが流れてくる。おっと、今回はエンディングテーマ名曲ランダバウトはカットだ。さすが神回だ。ゾクゾクするからのリサリサ先生タバコ逆さだぜがあり、石の下から血が流れてくる。シーザーの死を悟る二人、先生おえつ、シーザージョジョ絶叫だ。絵も音も芝居も完璧だ。そして大川さんナレーション入る。その身尽きてもその魂は死なず、シーザーゼペリここに眠る。 To be continued。 そして俺も涙、余韻に浸りたいと思った矢先、俺の体は我がゲルマン民族の最高知能の結晶であり誇りである。じゃかましいわポケ、俺の涙を返せっていうね。シュトロハイムの CM で台無しだった問題について改めてお詫びいたします。申し訳ありませんでした。本当にね、これでも俺が悪いんじゃないんだけどね。これスタッフがね遊んだっていう感じはありますけどね。本当ブースの奥大爆笑です。ありがとうございます。本当にね最高です。丸さんも本当にでもね、こう当時ね、うつ状態でみんなを寝かさないためにシュトロハイムの CM ぶっこんで和らげようみたいな配慮があったのかななんていろんな憶測があったりもしてね。確かに悲しいけれども涙だけでは終わらせないっていうね。そう、でも俺はモヤモヤした寝たけどね。自分はね、なんでここでみたいな。自分の声にイラッとした。本当にね、ありましたね。でもまさかのあのシーザーフューチャリングシュトロハイムで聞けるなんて思わなかったので。いやいや、すごいもう感動しました。10年ぶりに謝れてよかった。いや、当時のオンタイムで見てた方すいませんでした。でもね、あの、DVD やブルーレイや動画配信には CM 入ってませんから、じっくり見直して涙してください。本当に、いや、もう私含め当時のリアルタイムで視聴していた皆さんは今もう感動でもう逆に泣いちゃってますよ。ね、俺も見直そう。CM なしで。素晴らしい回でしたからね。いや本当にありがとうございます。フルスロットルでやっていただいて、ほっとした。はい、ありがとうございます。いや本当にめちゃくちゃたくさんのメールいただいてたんですけれども、ちょっと紹介しきれないのでメール紹介は以上とさせていただきます。ありがとうございます。はい、そこでですね、ちょっとあの私最近あのジョジョツリーにも行ってきたので、そのお話よかったら一緒にしてもよろしいですか。 お願いします。あの今東京スカイツリーさんとアニメーションのジョジョの奇妙な冒険が共に10周年を迎えるということで、コラボしていてジョジョツリーになってるんですね。はい、であのこの間お昼に FF 役の伊勢マリアさんと行ったんですけれども、なんと夜はやっぱり輝きとかもありますし、ちょっとディオ様と写真が撮れたりとか、夜だけなので、そう、なるほど、昼間は出てこれないので、ディオ様なので、撮ってるね、そうだね、だから夜にも行ってきたんですよ。でその時の、写真見てください。ディオ様とこんな風に写真が撮れるんです。本当だ、いいね、すごい楽しかったんですよ。等身大？等身大ですね、多分あの隣に並んで写真が撮れるので、そういいね。であのやっぱりライトアップとかもそれぞれのあのモチーフのシリーズごとに変わったりとかもしてて、本当になんかもう2回行っただけじゃまだまだ足りないってぐらい楽しくて、で念願のなんか映像が見れて、あの時間ごとに上映される時間が決まってるんですけれども、スカイツリーの展望デッキのところに時間指定でそれぞれのシリーズの統括 PV みたいな、で東京スカイツリーとジョジョのコラボみたいな感じの特別映像が流れるんですよ。それを
見てきて、でもうあの一緒に行った友達がやっぱ戦闘調理を好きな子もたくさんいたので、うん、もうシーザーのところでみんなグーってなって、でそう声出せないので私含め他のねあのいっぱいいらっしゃった他のジョジョファンの方も声頑張って抑えてたんですけども、うん、映像がこう出るたびにはーみたいな漏れちゃってて、すごい漏れ出ちゃうよね、漏れ出ちゃって楽しかったっていう、あいいね、ぜひぜひ行ってみてください、ね、めちゃめちゃ楽しいですよ。そっか、ジョジョ好きにはたまんないね。そうなんですよ。でぜひあのこの写真を撮っていただきたくて、あの歴代ジョジョが走っているイラストがスカイツリーの入り口にあるんですけども、こうやって一緒に走って写真撮ったりするのも楽しいので、ぜひぜひマルさんにも行ってみていただきたいです。そんなやってんだね。そうなんですよ。他にもねあのアニマックスカフェタスさんでね、うん、ストーンオーシャンのコラボをやってまして、うんうん、それをあのグエス役の種市桃子さんと一緒に行ってきたんですよ。超楽しかった。あちこち行ってんね。もう行きまくってますよ。楽しくて、あのそれがあの結構あのコラボカフェなのでフードもたくさん種類があって充実してて、うん、めちゃめちゃ美味しかったですし、うん、もう店内もやっぱジョジョ仕様になってるのでもうたまんなくて、なんといっても私はもうこれは絶対欲しかったっていうグッズ今手元にございます。このグリーンドルフィンストリート重警備刑務所所長ロッコバロッコさんが持っているシャーロットちゃんのパペットです。シャーロットちゃんかわいい、かわいくね、かわいい、かわいくね、かわいいですよねこれいいね、ね、シャーロットちゃん ね、 ねあのやっぱりずっと欲しかったのでたびたびねあの現場でねシャーロットちゃんのパペット欲しいですってお話ししてたら、まさか本当にね、あの私が言ったからってわけではないんですけど、もちろんあの本当に商品化されてもう嬉しくてたまらないですこれいいね、可愛いですよね。もう一個買って両手につけないと確かにもうどっからでもシャーロットちゃんでね、もうつかみかかりますからね、めちゃめちゃ可愛いですよ ね、 すごいね。こういうなんかその素晴らしいグッズもたくさんあるので、うん、マルさんもお時間あるとき、ね、そしてスタンド使いの皆さんもぜひ7月13日まで開催されておりますので、うん、ぜひ行ってみてください。みんなで行こう、よろしくというわけで、マルさんありがとうございます。この後も引き続きお付き合いください。付き合うぜ。今ローカーツ氏破壊力 A スピード D。 ジョジョを知ったきっかけ以外それはジョジョの奇妙な冒険との出会いにドラマあり、作品を知るきっかけとなったエピソードを紹介していきます。こちらね、あのオラオラジオの時代からずっと続いているコーナーでございます。マルさんもぜひぜひお付き合いください。よし、はい、あのマルさんはねやっぱりあのリアルタイムで読まれていて、もともと荒木先生の大ファンだったということでね、うん、ジョジョを知ったんですよね。いや素晴らしいです。もう私もその時代に生まれたかった、リアルタイムに読みたかったあやっぱそういうのがあるんだ。あります。いややっぱリアルタイムでジョリーンの活躍とか見たかったですからね。あなるほどね。でもだからこそストーンオーシャンがアニメ化する今のこの時代にこの年齢でここに入れることに意義がありますから、全てはつながっていたんだ。素晴らしいことだよね、糸のようにね、うん、はい、すいません。では紹介させていただきます。スタンド名紫外線照射装置言えてねえよジョジョを知ったきっかけ意外それはポストカード。おお、数年前母が大村並みに知名度のある某コンビニで買い物をしていた時にもらった1枚のポストカード。そこに写っていたのはあの誇り高き軍人ルドルフォン・シュトルハイム少佐だったのです。彼のことが気になって夜も眠れなくなった私はすぐさまアニメを一部から見始め、そこからジョジョ沼にドハマり、もう遅い、脱出不可能よ状態で原作も一気に読破しました。今でも自分がジョジョにハマるきっかけを作ってくれた、いいやつじゃないけどハイテンションでどこか憎めない、決めるときはかっこよく決めるシュトルハイムが最推しで、初めてのバイト代で大佐のフィギュアを購入、今も大切に飾っております。ドイツの科学は世界一ありがとうございますたびたびフルスロットルでやっていただきありがとうございます
すごくないですか、シトロハイムに一目惚れしてそこからもうずっとシト様、ね、シト様って。そういう人もいるんだね。いますよもちろん。やっぱりそのアニメからこの方は入られてますから、うん、そのそっかそっか、もう漫画読むときには、うん、もう丸さんの声で再生されてるわけですから。なるほど、すごいですよね。私の声からもう刷り込まれてるわけだ。そういうことですよ。いいですね。いやそれもまたそれで羨ましいな。ありがたいね。うん、いいですね。いやもう夜も眠れなくなるぐらい好きなんでしょうね。でもアニメから入って原作に戻すってすごいことだよね。ねえ、だってあれだけ長いシリーズでね、うん、原作を読もうってなるのもなかなか大変なハードルなのに、それでも読みたいと思わせるシトロハイムの魅力があったんでしょうね。それは各部にありますからね。ねえ、うん、そしてねこのスタンド名からもね、紫外線照射装置、言えてねえし。紫外線照射装置言えた。やった。もうね、ね、やっぱりシトロハイムへの愛で溢れた名前だなって思いますね。俺も紫外線照射装置はいっぱい練習した。めちゃくちゃ。そっかセリフでも、なんかそっか言ってましたもんね、紫外線照射装置。そうなのよ。シトロハイム役じゃなくてよかった。った私が。いやでもね。言いにくい言葉多いですよね。そうだよね。オラオラはさ、はい、全然もう普通にできるの。いやいやいや、もう最初は全然できなくて。やっぱり、あ、練習したんだ。あの大輔パパに、小野大輔パパに仕込んでいただきました。そうなんだ、はい、いや教授してもらったんだ。もう本当に教えていただいて。いや素晴らしいオラオラだよねあれ。ねえ、あのさっきのメールでちょっと私言いそびれちゃったんですけど、そのいっぱい練習したセリフ、うん、その丸さんはなめろだったなんか、うん、私ジョリーンの場合は逆にアニメオリジナルのセリフなんですよね。なんとストーンオーシャン第1話の冒頭がアニメオリジナルのセリフから始まるんですよ。そうだったんだ。そうなんです。あの雨だ、いつも雨だったっていうセリフから始まるんですね。でやっぱり原作にあるものはやっぱり今までもこう培ってきたイメージとか長年向き合ってきたセリフなので、あのこう、まあ、難しいんですけれども、なんとなくこう自分の中で固まってはいるんですけど、アニメオリジナルってどうしたらいいんだろう。そしてアニメの第1話の一番最初のセリフってめちゃくちゃ緊張するじゃないですか。そうだね。だから私あの何気ないセリフなんですけど、あれが一番難しかったですね。なるほどね、はい、だってジョジョは原作が教科書だもんね。そうなんですよ。あそこに全部、ね、の書いてあって、うん、そのままね台本にも書いてあってね。そうそうそう、そっか。それをあのアニメの制作スタッフさんならではの解釈で新しい目線で見れるのもいいですよね。なるほど、そうだね。最高なんです、はい、というお話です。そんな苦労があったんだね、はい、ではでは続きまして、スタンド名トマト。ジョジョを知ったきっかけ以外それは友達との会話とシトロハイムのセリフ。ほう、なんだろう。友達とゲームをしているとき、おすすめのアニメを教えてよと言ったところ、ジョジョとかどうと言われたので黄金の風を試しに見たところ、まんまとハマり全部のアニメを見て、単行本もジョジョリオンの買えるところまで買ってしまいました。もともとジョジョに関しては何も知らないというわけではなく、ネットなどで見かけたことがあったのですが、なぜかシトロハイム少佐のだが我がドイツの医学薬学は世界一、できんことはない。のセリフだけ鮮明に覚えていて、あ、このセリフ戦闘潮流のやつだったのかとなり、めちゃくちゃテンションが上がりました。今ではある程度の知識がついたので、他の友達に布教して増やしていますとのことです。ありがとうございます。それは意外。ありがとうございますね。え、すごい、確かに。でもこのセリフは私もその戦闘潮流読む前に知ってました、うん、なんかやっぱりその人気だし有名なセリフなんですよ ね。やっぱりその有名なセリフって言うときって普段のセリフよりも緊張しませんでした、うん、ファンの方からのプレッシャーとか。あー、いや本当はあったよ、ね、下手にやったらそれは批判がね来るから、もうね、そこは神経使ったよ ね。もう私今ではもう丸さんの声以外のシトロハイム考えられないぐらいもう耳に馴染んでます。ありがとう。照れるとそうやって照れ隠しするんだから、いつも。ねえ、本当にね。いや、ありがたいですね本当に。皆様のおかげです、はい、本当に。シトロハイムが皆さんに与えた影響は本当にもう素晴らしいですね。皆さんが世界一です。いや、素晴らしい。ありがとうございます、ありがとうございます、はい、というわけでジョジョを知ったきっかけ意外それはでした。
マローカーチ、射程距離で持続力でスタンドコーディネーター、皆さんの悩みが解決するスタンドをコーディネートしていきます。はい、引き続き丸さんにお付き合いいただきたいと思います。今日は丸さんのお悩みを私がスタンドで解決したいと思います。解決してくれるの？はい、いいとも。 お任せください。ズバリ聞きますが、はい、丸さん今悩んでることはありますか？これ過去の皆さんの、ね、はい、見させていただいて、こういうちょっとなんていうのか、うんうん、ライトな感じじゃなくてもいいですかね、はい、リアルな悩みなんですけどちょっと、はい、下ネタになっちゃうけどいいですか？もう全然大丈夫です、お任せください。本当ですか、はい、切実な悩みなんですけど、はい、トイレが近いんですもうね、まあ、昼間はいいとしてどうしてもね夜目が覚めちゃうんですね。トイレで、トイレに行けばよかろうなのだ。お酒飲んでるからしょうがないんですけど飲まずにはやれないですからね。やっぱり俺もね、こう数年前までは、うん、俺は絶対大丈夫って思ってたらまんまとね、うん、頻尿になりましたどうにかなりませんか？なるほどね。まあでも私今のお話聞いて、うん、まあ、トイレといえば、うん、まあ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 、トイレというかまずその尿関係で言えば私もこれしかないだろうっていうのが思いついちゃったので、もう解決しちゃっていいですか？お、もう、はい、はい、もうできました。今ローカーチさん、はい、あなたのスタンドはゴールドエクスペリエンス。ガビーなんだとそんないいスタンドが？そうです、うん、というのもですね、こちら第5部の主人公ジョルノ・ジョバーナのスタンドでございますね、うん、まあ、殴ったものに生命を与えることができるスタンドなんですけれども、例えばこのね、カバンを殴ってカエルにしたりとか、うん、生き物に変えられます。で、私はなぜあのトイレが近い悩みをこれで解決しようとしたのかというと、うん、ジョルノが護衛チームのみんなに紹介された時にアバキオがちょっといたずらで自分の尿をジョルノに飲ませようとしたじゃないですか、ティーカップに入れて、はい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 、でお前はいただきますって言ったんだぜ、飲めよみたいな言ったらジョルノがグビーと言ったじゃないですか。でも実はあれ飲んでなくて、歯の1本を体の 98% を水分で構成しているクラゲに変えて吸い取らせたって言ってたじゃないですか。だからマルさんの下着をクラゲに変えて、うん、いつでも出し放題解決したやったー、すげー、これならトイレ行かなくてもクラゲに全部吸ってもらえるんで、さすが、大事な収録中もこれで漏れ安心です。あー、俺でだからさスピードワゴン財団に頼んでサイボーグにしてもらうしかねえと思ってたからさ、よかった解決したわ。サイボーグに変えてもらえてね、ゴールドエクスペリエンスね。はい、ぜひこれで解決してください。いただきだ、やったー、ありがとう、ファイちゃん、どういたしまして、うん、そんな感じでですね、皆さんのお悩みや相談も私が解決していきますので、メールぜひぜひ送ってください。以上、スタンドコーディネーターでした。今のガチ精密動作性で成長性で、ここでお知らせです。原作角野光平、漫画カラスマタスクによるスピンオフ連載、ジョジョの奇妙な冒険クレイジーダイヤモンドの悪霊的失恋がウルトラジャンプにて好評連載中、待望のコミックス第1巻も発売となりました。スターダストクルセイダースとダイヤモンドは砕けないの狭間を描くかつてない外伝、ジョジョ初のスピンオフコミックをお見逃しなく。アニメ音楽誌リスアニがジョジョアニメを一冊丸ごと大特集、リスアニジョジョの奇妙な冒険ジ・アニメーション音楽大全が8月18日に発売決定。歴代主題歌シンガー作曲家陣への膨大なインタビューやスタッフキャストが明かす制作の裏話など、アニメジョジョとその音楽が刻んできた10年の足跡をあらゆる側面で振り返ることができる豪華な内容となっています。表紙は新規書き下ろしイラストの空城ジョリン&空城ジョー太郎。関東特集企画ではファイルーズ愛さんと小野大輔さんがジョジョの音楽と魅力をたっぷり語っています。現在全国の書店オンラインストアにて予約受付中です。プレミアムバンダイの新ファッションブランドオノフィーフリーよりジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンのアイテムが登場。オンでもオフでも使えるアイテムをコンセプトに、ルームウェア、フリンジ付きストール、スクエアバッグ、
シャーロットちゃん柄の刺繍ポーチなど全11アイテムをラインナップしました。商品は現在予約受付中。詳しくは公式オンラインショップオノフィーフリーショップをご確認ください。メディコスエンターテインメントよりアルティメットシーイングとなることを追求する柱の男ネンドロイドカーズがいよいよ発売。ご予約いただいたお客様並びにホビーショップなどでご購入いただいたお客様には6月28日より順次お届け発売予定です。さらに現在メディコスオンラインショップではネンドロイドジョルノ・ジョバーナの特典付き再受注のほかアニメカラー仕様の彫像稼働空城ジョリーン・サードと彫像稼働ロバート・ E.O. スピードワゴンのメディコス限定特典付き先行抽選など注目商品を展開中。ジョジョの奇妙な冒険シリーズのグッズやフィギュアの新作情報などはメディコスエンターテインメントのツイッターにて随時更新中です。ジョジョの奇妙な冒険アニメ10周年記念展東京会場チケット二次抽選受付は本日6月23日木曜23時59分までです。締め切り間近となっておりますのでお申し込みをお忘れの方は公式サイト公式ツイッターをぜひチェックしてください。アニメジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン第1話から第12話はネットフリックスにて好評配信中。第13話から第24話は2022年秋ネットフリックスにて全世界独占先行配信、2022年テレビ放送開始予定となります。その他アニメジョジョの奇妙な冒険のグッズはジョジョの奇妙な冒険公式ポータルサイトをご覧ください。お届けしてきましたジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンオラオラジオ S エンディングです。まずは今廊下敦さんの基本能力振り返っていきましょう。破壊力が A でそれ以外全部 D なんですけれども、これどういうコンセプトというかで作られたんですか。破壊力さえあればどうにかなると思ってましたからあとはいらないっていう感じ。これもご自身の生活ですか、それとも収録に関してとかそういうことですか。まあ今日望む覚悟ですね。今日の覚悟がこれなんですね、うん、そういうわけですね。破壊力だけで、もう他は知らんと。そう、うんうん、いやでもなんかその最初のご挨拶の時から破壊力 A だなと感じてたのでいやでもなんか他にもねもうやっぱりどん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 喉が開いてきたのか、うん、あのシュトロハイムのセリフのなんかギアがこう上がっていく感じはしたので、うん、成長性 A ですよ。あー優しい、また出た優しさありがとうファイちゃん、どういたしまして、うん、いやもうなんかねマルさんのねその大きい元気な声聞くとめちゃめちゃ安心するんですよね、うん、ありがとう、楽しいです、うん、今日俺もファイちゃんの笑顔に癒された、うれ、嬉しい、ありがとうございます今日もね、あの 2B Continued の T シャツ着てきてくださってるし、うもうそういうね、なんか作品愛に溢れてるところも大尊敬してます。一緒に写真撮ろうね。撮りますシャロットちゃんも一緒にはい、ではですね、オラオラジオ S 第20回は再来週の7月7日更新です。あの次回のゲストさんはですね、スターダストクルセイダースからモハメド・アブドル役の三宅健太さんが来てくれます。あの皆さんぜひあのすぐにメール送ってきてください。あのちょっとね早めに送ってくださった方がこちらもちょっといろいろ助かるので、ね、5分でやるのだ、お待ちしております。お相手は空城ジョリン役ファイルズアイとルドルフォン・シュトロハイム役の今廊下敦史でした。 To be continued。 この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りしました。